探検計画について疑問を抱いているんじゃないかという気がするんですよ。どういうことだ。アル、どうしたんだ。この任務は重大だから誰にも妨害されたくない。はい、皆さんこんばんは。今夜の映画は2001年宇宙の旅。何回見ても何回見てもこれはすごい映画史上の名作ですね。最初綺麗な綺麗な宇宙船が出ますね。その宇宙船の中の見事なこと、見事な美術、見事なセット。皆さんこの宇宙船ご覧になったら自分もいっぺんあの宇宙船乗りたいなと思いになるでしょう。さあ不思議な撮影してますね。それからこの映画の音楽綺麗ね。この映画の音楽、イヴァン・ストラウスのクラシックがちょうどこの映画の宇宙船のリズムに乗って、なんともしれん映画の美術とはこれだという感覚で私の心と目を奪いますね。ところがもっとすごいのはキャメラ。このキャメラご覧になったらびっくりですね。この空高く飛んでいるこの宇宙船の綺麗なこと、しかもそのどんどん迫ってくる宇宙船の綺麗なこと、ああこれが映画ですね。このキャメラマン、ジェフリー・アンソワース、この人はもうロンドンの英国の一流のキャメラマンで、天国への階段、それからまだまだいっぱい名作ありますけど、アメリカ行きましてキャバレー撮りました。キャバレー撮って一躍アカデミー賞を取りましたね。撮影賞を取りましたね。そういうわけでこの人はそうね、スーパーマン撮ったんですね。けどスーパーマンの第一号を撮った時にこの人は病気で亡くなりました。64歳、惜しいキャメラマンですね。けどこのキャメラマンの代表作品こそは今日の映画ですね。それから監督はもうご存知のスタンレー・キューブリック、もうこの人は大級の監督ですね。この人の作品では博士の異常な愛情、これはすごかった。それから時計近くのオレンジ、これも見事でした。それからバリー・リンドン、これも見事だった。今ペラペラ言いましたが、どの一作も3年4年かかって撮っております。そういうわけで今日の2001年宇宙の旅は本当にキューブリックのもう本当の代表作品になりました。さあ今日はこの作品をじっくりご覧ください。主演はキア・ドゥリアです。キア・ドゥリアはそうですね、リサの瞳の中にとかいろいろありますけれど、明月のもありますけれども、このキア・ドゥリアよりもこの映画の主役は宇宙船ですね。宇宙船がどんな形で皆さんを脅かすか、そうしてここで神秘な石の墓のようなもの、石の塀のようなものが突如出てきます。さあこれがこの映画の謎です。じっくり見てあなたもこの映画に対するその回答を考えてくださいね。これは1968年度の作品ですが、見事な、今見ても超モダンですね。それではまた後で会いましょうね。はい、この映画の石のあの壁、石のついたての謎は何でしょうね。怖いですね。ところがこの日曜洋画劇場で今年の秋に2010年という作品をご紹介します。それはこの原作者の作品です。だから皆さんそれご覧になったならば、この映画の謎、鍵が解けるかもしれませんよ。何が起こるんですか。素晴らしいことだ。私たちが見ておりますと、あのおじいちゃんの前にハッとあの石が立ちますね。そしておじいちゃんは亡くなったと思ったら、今度は赤ちゃん、赤ん坊、胎児、それが画面に出てきましたね。人間が死んで、人間が生まれて、そして人間が生まれて、人間が死んで、そういう人間の輪廻、そのところにこの石のついたてがあるとしたならば、この石のついたてはなんか人間の業かもしれませんね。人間の非常に罪かもしれませんね。しかしそれは一番最初この映画ご覧になったあの大きな猿が骨を持って、骨が武器でしたね、武器になりましたね。あれはパーッと投げましたね。あれがひょっとしたら罪の始まりかもしれませんね。というわけでこれは綺麗な作品だけれども、中に深い意味を含んだ見事な作品でしたね。
はい、もう時間が来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。特攻野郎 A チーム、死をも恐れない男たちの今回の任務は連れ去られた一人の美女の救出。地中海を舞台に暴れ回る彼らの行く手には恐るべき敵が立ちはだかる。息もつかせぬスーパーアクション特攻野郎 A チーム、地中海殴り込み大作戦。未知なる冒険、大気圏外への旅が始まった。もはや宇宙は夢ではない。人類の夢と希望を乗せシャトルは飛び立つ。しかし予期せぬ出来事が。世界最高の SFX アーティストが送るスペースキャンプ。それでは次週をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。